い、皆さんこんにちは。今日はね、これからお昼ご飯に向かっております。今日は何を食べますかというと、もうね、石で熱々に熱した塔をね、食べたいと思います。有名店です、三区にございます。はい、それではね、そちらの方に向かっていきましょう。これ左に見えるのが丹林市場ですね。こちらを右に曲がっていきましょう。鳩がすごい美味しそう。はい、着きました。こちらになります。入っていきましょう。結構広い店舗ですね。こちらね、チャンコック湾通りになりまして、こちらまっすぐ行くとね、南紀五位の方に行きます。で、こちらがハイバチュンですね。このね、サンサロにあります、このフォービンナム食べましょう。はい、こちら到着しました。フォービエトナムさんですね。メニューこんな感じになっております。はい、まずこれ一番上に出てくるものがこのフォー、石かな。このスペシャルな石をね、グツグツ温めて、その中にね、自分でお肉とかフォーを入れてね、楽しむものです。ちょっとお高いかもしれませんが、10万ドルですね。はい、他の種類のね、フォーもいろいろありますね。尻尾ですとかね、あと骨付きのフォー入ったフォーですね。あとがこれは生肉の入ったフォーですね。こちらが火の通ったお肉が入ったフォーですね。いろんなものありますね。これが無難かもしれないですね。ダックビエットになって、まあ、全てこういろんなものがミックスされたフォーですね。8万ドン。はい、こちらもいろんな種類ありますね。こうやって見るとミートボールが入ったフォーですとかね。はい、まあ、私はねこちらを食べに来たのでね、スペシャルなこのフォーをねいただきたいと思います。はい、それではね、注文していただきましょう。さっきあの見ていただいた濡れてたものがこういう形でね、どんどん重なっていって、で切られてこういったフォーになるわけですね。
ですかね、鉄ですかね、器をこれね、もうすごい火で炙って温めております。こんな感じでいっぱいあります。これ熱くない？石かな、なんかこうセラミックかな、鉄かな、わからない。でもね、とても硬いですね。すごいです。もう火止めたんですけどね、すごい熱々ですね。ゆだっちゃってます。で、今回のフォーはですね、あの普通のフォーと違って、あの熱々の中にこの生肉とかこのフォーをね入れて自分で食べます。到着しました。これグツグツ素晴らしいですね。これ絶対触らないでくださいね。熱いですから。激熱。で、皆さんこれ草もこんなお上品に添え付けられていて、でもやしとあとそれと揚げパンですね。で、こういったこのフォーですとかネギ、あとお肉をね、こちらの中に入れていただいていきます。それではね、食べましょう。それではいただいていきましょう。ちょっとね、グツグツ感がなくなってきましたが、それでも中熱いと思うんでね、この一式お肉、あとこのフォーですね、麺、ボリュームすごいっす。これすごい重い。で、最後にネギ、ちょっとね待ちましょう。やっぱりもう時間が経ってくるともう火が通ってきますね、お肉も。私もね、一度他のね、空港の近くかな、店舗でね似たようなものを食べたんですけど、そこはねホテルの近くにあって1杯ね20万のでした。でもね、同じようにこうやってあの器をねものすごく厚くして、そこにフォーですとかお肉をね入れて食べるという形態になってましたけど、ここは10万ドンですからね、非常にお値打ち。これまた自分でこう入れて作っていくっていうのがこの体験型でいいですね。で、一通りのお肉入ってますね。この尻尾ですね、これね、あとこの柔らかお肉と、この牛肉、どこかは分からない。いいですね、うまそうだな。ただちょっとね、今回草をね入れましょう。これね、盛りだくさん、すごいですね。皆さん本当新鮮。あともやしね、最後にちょっと絞ります。はい、美味しそうですね。これはうまいですよ。それではいただきます。美味しいスープ、うまいね。あの甘みはないですね。ホーチミンの方って結構甘みあるんですけど、ハノイ系の味のフォーになってます。それではいただきます。お肉と一緒に、おいしい。このフォーの麺もシコシコっていうよりかはなんか柔らかみがあって、本当に面白いというか美味しい食感。お肉も柔らかいしね。入れた草が最高に美味しい。
絶妙ですね。ちょっともうちょっと入れましょうかさ。でこちらの尻尾ね、いただきます。味が深い。確かに尻尾ですね、これは。本当にね、あのスープがね、熱々です。まだこの器が熱いんで。こちらね、揚げパン、こんな感じでサクサクに揚がってますね。いただきます。うん、で皆さん、こうやってね、ニンニクもこんなにたっぷり用意されてるんでね、味変大歓迎です。こうやってね、本当にね、スープが熱い。あのお客さんもね、あの入ってきてますけど、外国の方がね多いですね。場所柄もあるのかな、まあ、ただここはね本当に Google マップ上でも人気店なので、そういったのを見てね来る人もね結構いるかと思うんですが、外国人の割合が非常に多いです。やっぱこういうあの普通のね器に入ったフォーじゃなくて、こういった熱々のねこの器に入ったフォーを食べるのもまたいいです。体験型で、ちょっとねこの揚げパンは塩辛い味があるんで、浸せば浸すほどなんか美味しいですね。ふやけた方が美味しいかもしれない。うん、こういうお店みたいにフォーを店内で作るお店ってそんなに見たことないんですよね。やっぱ皆さんフォー屋さん行っても外で買ったものをまああのフォーとして麺としてまあ使ってるお店が多いので、ここはねもう自家製です。なんか刀削麺みたいな、食べたことないですけど、本当にこれだけ時間が経ってもスープは熱々。大きいお肉を忘れてました。いただきます。うわ、柔らか、美味しい。ここね本当にスープが美味しい。あのクーラー効いてるんですけど、スープが最後まで熱いんでね、うわ汗が止まらんよ。これはもうね国旗感覚で食べてください。なんかハッピーターンみたいな感じです。止まらない。うん、ホーチミンの他の店舗で20万ドンでしたけど、こちら食べたことがあったんですけど、ハノイでね出張した時にも同じようなあのものを食べましたね。その時はね外で食べたんですよ。でハノイのね5月か6月ぐらいで、ものすごい暑い中ねこれを食べて、もう朝飯で食べたんですけどね、汗だくになってね、絶対ねこの暑い方は5月のハノイで食べない方がいい。汗だくです。うわ暑い。この尻尾もね美味しいです。本当にうわスープは本当に全部飲めちゃいます。他のお客さんも見てるんですけど、皆さんスープ飲んでますね。素晴らしい、ごちそうさまでした。美味しかった。違った器で来るっていうのもまたまたいいですよね。もう一本食べます。結構お腹いっぱいです。ありがとう。お会計しましょう。はい、今お会計いたしました。合計でね10万ドンになります。全部ねセットで10万ドンでしたね。美味しかったです本当に。はい、でこっちのね店員さんもね非常に皆さん親切で、あとオーナーの方、女性かと思うんですけど、その方もね非常にいろいろ親身になってね、これがいいあれがいいとね教えてくれたりして、優しい方でした。はい、
ありがとうございます。でこちらの場所はね、ハイバチュン通り3区からね非常に近くにございますので、中心の方からもね非常に行きやすいかなとは思っております。はい、ここのね自家製のフォーで、このね熱々の器でね食べるフォーというのもね非常にいいかと思いますので、ベトナムでね旅行に来られる方、在住者の方、ぜひね来てみて食べてみてください。はい、そういうことでね、ごちそうさまでした。ありがとう。行きましょう。